今日はこのジャガイモたちを使ってマッシュポテトを作っていく。まずはジャガイモをセクタムセンプラ、ちょうどいいサイズにカットしていく。ラップをしてレンチンしていきます。あちあち。マッシャーで潰していく。うん、気持ちいい。潰したら牛乳を加えて、んー、マジマジ。どうやら毛玉の化身も興味津々のようですね。おやおや、いけませんよ。片栗粉と塩コショウを加えたらこしていきます。フライパンにバターと牛乳を温めたら、こしたポテトを加えて、んー、マジマジシーズン2。片栗粉を加えたので芋餅みたいになってきますね。果たしてこれはマッシュポテトなのか芋餅なのか。お皿に移してパセリと黄身を乗せたら完成です。いただきます。芋とバターの旨味と香り、滑らかだがもちもちとした食感、これは至高の領域に近い。うますぎる。